23の時に娘を産んだ。夫は3歳年上。父親が娘に甘いのは仕方ないのかもしれないけど、私がしようとしているしつけをごっとどっこく邪魔する男だった。例えば、食事の間は、ちゃんと椅子に座って食べましょう。椅子の上に立ったりしてはいけません。みたいな当たり前のことや、お友達のおもちゃで遊びたいときは順番を守るか、貸してくださいってちゃんと言いましょう。貸してもらったらお礼を言いましょう。みたいなこと。だけど、夫は、まだ小さいんだから、物事の善悪なんてわからないんだし、今は、自由にのびのびさせようって人。自由に、のびのびは私も賛成だけど、それはそれ、これはこれ。って、感じでしつけをめぐって、いつも衝突していた。当然、娘は、甘い父親に懐き、私のことを睨むまでになった。娘が、小6の時、今度は万引きで捕まった。初犯だからと、お店の人が、警察には届けずに済ませてくれたが、謝る時も、キロでもずっと仏頂面。家に帰って、娘を怒鳴りつけた。が、娘は、謝るどころか、そっぽを向いて口笛を吹いたんだ。それで思わず、娘の方を叩いた。あの時は、本当に、心から、娘に腹が立った。娘は、そのことを父親に告げ口し、女の子の顔を叩くとは何事かと。頬を何発も叩かれ倒れ込んだところを蹴りを入れられた。10月10日大事に、大事にお腹のうちで育てて、自分で産んだ娘なのに、その日から全く可愛いと思えなくなった。夫のことも、信頼も愛情も何もなくなって離婚を申し出た。親権も放棄した。娘は、パパと二人の生活になることを喜び、憎しみのこもった目を向けてきた。夫も私がいなくなることに、何の感情も湧かないようだった。離婚手続きはスムーズに進んだ。私は、獣医を頼って上京し、獣医が経営する店で働いていた時に知り合った男性と、すべて理解してくれた上で再婚。翌年女の子を産んだが、夫婦同じ感覚と価値観での子育てが、こんなに幸せな時間だとは、非常だと言われるかもしれないが、置いてきた元娘の存在を思い出すこともなくなっていた。再婚して十数年経った頃、突然置いてきた元娘が訪ねてきた。戸籍の付けたり表で調べたそうだ。父親が亡くなり、現在バイトで食いつないでるそうだ。父親の保険は解約されていて、なおも借金があったそうで、生活の面倒を見てくれとの要件。昔の面影を探すのに困るぐらいブクブクに太った、我が娘ながら醜い姿に驚愕。私は、わざと部屋に通した。うちの娘はバレエをやっているので、手足が長く姿勢もいい。親のひいき目もあるんだろうが、可愛らしい顔立ちもしている。その娘の発表会の写真を飾ったサイドボードの前に案内して、流れる血の半分の差で随分違うねって言ってやった。面倒を見てほしいってどういうこと？まさかそんなみっともない容姿で、妹と一緒に暮らしたいとか思わないよね？って言ってやった。お金が欲しいの？だったらお金をくださいの前に、言うことがたくさんあるよね？とも言ってやった。そしたら、あの時と同じ憎しみのこもった目で睨み、黙って帰って行った。一体何をしに来たのか。久しぶりの再会に肩を抱いて泣くとでも？バカバカしい。以来一切、何の連絡もなかったが、半年ほど経って亡くなったと連絡があった。連絡は元義妹から。元夫に妹がいたことも忘れていた。離婚したって母親なんだからお前が始末しろと言ってきた。元娘にどんな交流があったかも何も知らないし、わからないので葬儀はしなかった。元夫の骨壺もそのまま部屋に置きっぱなしだったので、一緒に宅配便で置く骨した。罰当たりと言われても結構。現府には一応相談した。後悔しないのなら好きにすればいいと言ってくれた。
その時に初めて知ったが、元夫が一度だけ玄府にお金の無心に来ていたらしい。一銭も渡さず怒鳴り返したと聞いて呆れたが、内心では笑っていた。亡くなる前に元娘が会いに来たことは話していない。その日の出来事は墓場まで持っていくつもり。今手元にいる娘は文字通り宝物。この子のためなら何でもできると思える。同じ娘なのに、この感情の差は何だろうと不思議な感覚もあるが、鬼と言われようが、大切な娘に将来的な不安の種がなくなったことで安心したというのが本音。